西宝ヶ岳は、福井県鶴ヶ市と三方郡三浜町の境に位置する、標高764.1メートルの山である。西宝ヶ岳は、若狭湾に沈み込むことで、リアス式海岸を生み出し、鶴ヶ湾を形作っている。鶴ヶ半島のほぼ中ほどにあり、北のサザエヶ岳と共に、半島の主猟を構成する。野坂岳、岩老山と共に、鶴ヶ山山を構成する。 西法ヶ岳の標高は764.1メートルと取り立てて言うほど高いというわけではないものの海から直接立ち上がっていることも相まって実際の標高以上に高くそびえ立つように見える日本海からの季節風の影響を受け冬季は積雪がある近畿百名山にも選定されている歌川広主劇暇津原西法ヶ岳の山陽は 花崗岩の風化の影響を受けて山肌が白くなっており見るものにアルペンのような印象を与え登山者にはロッククライミングをしているかのような登山口へは上宮神社の北側の小道を山手に向かう約30分で奥の陰天坊台と呼ばれる大岩があり山道を見渡すことができるさらにそこから少し先には奥の院への脇道がある巨大な岩が集まった箇所で 上宮神社の奥の院となっており、巨岩の間に11面間の恩を祀った祠がある、和越八88箇所の64番札所となっている。登山口から約1時間で銀治水という水が湧き出している場所がある。昔からここの水は、不老長寿の水と呼ばれており、岩の間から流れている少量の水は、山頂まで水場がないこともあって、多くの登山者に、 貴重な水場として扱われているという。さらに進むと、大食い岩となるが、登山道には至るところに、このような巨大な岩が見られる。上空から2の3時間で、西方がだけ山頂に着く。山頂には、二等三角点と小さい山小屋が、設置されている。山頂から少し脇道に入ると大きな岩場があり、そこから眺めると、足元には水島が横たわり、 東から北にかけて、鶴ヶ市の町並みや鶴ヶ湾、越前海岸の海岸線、農業白山などの霊北、奥越方面の山々や遠く、白山連峰が、西には、梅城岳や三方五湖、くすよるが竹などの若狭湾の景色のみならず、はるかに、丹後半島が、南には野坂山地の山々は、もちろんのこと、琵琶湖や鈴鹿の山並みも望むことができる。さらに、北進 サザエガ岳方面へ行くとカモシカ台と呼ばれる岩場がある。ここは昭和31年の県民体育大会の山岳部門の競技のために鶴ヶ山の会が登山道を整備中に日本カモシカを見かけた場所である。少し先には日という池があり、初夏には白い水場所が咲いていることもある。裁縫画岳からサザエガ岳までは約1時間の所要であり、 さらにサザエガ岳から1時間半の長い下りを経て、裏底へ至る。鶴ヶ半島全域に中世代末に形成された、河口岩体が分布しており、河口岩特有の風化地形が見られ、沿岸部には、海食崖、海色棚、マサドによる砂浜がある。また、半島中央の山岳部である西方ヶ岳と北に、連なるサザエガ岳も、福井県内にある山の中では珍しく、 すべて花崗岩で構成されている。そして、この花崗岩のみの山中には、カモシカダイやオウム岩など多くの奇岩が存在している。海岸から、いきなり標高を稼ぐ、この斎法だ岳においては、その植生が可海では、断地性のものであるのに対し、斎法だ岳山頂付近には、天然のブナ林が広がっているなどと、垂直分布図の模型のように植物の種類が豊富で、あり、しかも、 冬の季節風にさらされるということもあって少々変わった特徴がある。西方ヶ岳の森林植生体は、標高ごとに次のようになっている、70メートルまで、赤松林、70から220メートル、スダジー林、220から230メートル、コナラ林、230から450メートル、コナラ水奈良林、 450から550メートル、水狙いの舟林、550から764メートル、舟林。また、西方ヶ岳と北のサザエヶ岳の山頂間の尾根道は、夏には、銅弾筒子や、紅銅弾が咲き乱れ、その他にも季節によって笹百合やさつき、イカリソウや、岩内輪などの生えている草木をめでることができる。近畿百名山は、宮崎日出一と、 坂上義次が選定し、新ハイキング市の関西9号に発表されたもの。ABCDE 裁縫だ岳 ABCDE、若狭の山山 P173 から1 7 8 ABC、越前若狭山山のルーツ P274 から 278ABC、鶴河の山山ハイキングコースガイドブック P59 から61、23。 鶴が風景8つの A について、山本慶一公共土史論争 P320 から330四指定文化財 ABCD 裁縫画だけ、サザ画だけ岩老山、お地蔵様弱越88箇所を訪ねて、P132 から 133AB 銀、命水。ありがとうございます。